皆さんこんばんは、みとくです。今回はマリオメーカー世界の難しい注目コースから選びました。クリア後のマリオがということでやってみましょう。さて、日本の方が作った、ちょっと なるほどね。あれ、触っちゃいけなかったんだね。なんか置いてあるから触った方がいいのかと思っちゃうんだよね。よいしょ。何これ、どうやっていけばいいの。しかも、あ、そうだ、これ激ムズなんですよね。うわー自信ないわ自信ないけど頑張ってみる。よいしょ、やったー。そういうこと。オッケー、あの感じでいこう。あそこでストップできればいけるんじゃないか。よいしょ、ここは慎重に。もういけるよね。で、ここで止められない。勢いよく行きすぎなのかな。ここはちょっと待って、このタイミングはいいと思うんだよね。よっしゃー、うっそ、今行けたのにここをゆっくり行って、あんまり急いで行かない方がいいのかも。うー、で、ここで止まって、よっしゃ、行けたー、来たー。あ、超落ちそうなんだけど、どうすんのこれ、どうすんの、これでいいの、これで、あーぶねー。いやー、ちょっと、もう中間取って、中間取りたい。ないの、中間。ねえ、これどうする、あぶねえ。これ落ちれないな。あ、ちょっと、あとちょっとでゴールだから。あとちょっとでゴールだから。頼んます。あ、中間か、ただの。よしよしよ。あれ？あ、ゴールだった。笑ってる。クリアできた。さて、次はここやってみたいと思います。フレームズディスリスペクト難しそうだな。行ってみよう。さてな、はあ、これはちょっと待って、これ回避無理。もう行くしかない。ダメだよねそりゃダメだよね。何、もう考える余地がないよ。で、ここでジャンプ無理でしょ。何これ、どうやってクリアするんだ。ゴール目の前なのに。あ、今回避できた。ここでピョンして、ピョンして、あ、惜しい。分かってきた。ここでピョンして、そこでピョンピョン、あはー、もうちょっと。ここで飛ぶ飛ぶ飛ぶの前だというのに。はい、こりゃ一筋縄じゃいかんぞ。飛ぶで飛ぶで、うわー、分かってきた。はいはいはい、くー、ちょっと面白くなってきたぞ。飛ぶ、はい、あみんな結構やられてますね、このステージに。いやー、よし、大丈夫だ、気を取り直していける。もう一
このトゲトゲ開けといてくれたらなあ、いけるのかな。あの隙間どうやって入るんや。いやー難しい。いやもう絶妙絶妙絶妙気抜けない最後まで。ここいけたと思いきやですよね。で、ぴょんぴょん、あーあこんな短いステージ、すごい単純そうでクリアできるかと思いきや、おっかねーぜ、よいしょ、うぅこれ、いろんなとこちゃんと見てなきゃいけないもんね。ぶつかりそうでぶつかる。オッケーだぜ。よいしょ。よいしょ。はい、戻る。戻れない。一回戻るのありかな。いや、意味ないか、戻っても。同じタイミングだ。よっ、にゃー。いや、難しい、かなり。ここまではいけるようになったよ、でも。罰の数がえらい増えてきましたよ。どのタイミングでいけばいいんだ。スピンジャンプの方がいいのかな。あんまり、うわそっち。スピンジャンプ意味ないか。普通にジャンプしていくしかないか。惜しい。あんまり考えてる余裕がないね。これもしかして上から行くのか？なことはないか。上から行くわけではないのかな？こう行って、あ、でも行けないか。あの上に登れないか。いやこれどうやって行くんすかね？よいしょ。お、惜しかった。もうこれは運だな。いつか行けるだろうぐらいの。うそー、行けた。今トゲ当たってたよね。でもやったー、でも嬉しい。はい、というわけで今回ちょっと短いんですけどこの辺にしたいと思います。これ難しかった。あのゴール目の前だからいけるかなって思ったんですけど結構やり直しました。でも5秒でいけた。ベストタイムは3秒か。でも頑張れば難しいのいけるんですね。まあとても難しいではないんですけど、いやこれはとても難しかった。またなんか挑戦していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。最後まで動画をご覧くださった皆様本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック、そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので動画が上がった際のリツイートなどなどどうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。